タクスノキカは、中国の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。中国映画界の第6世代の監督として知られる。三世大学在学中の1990年代、前半に映画に興味を持ち始め、チェンカイコー監督の黄色い大地に衝撃を受け、映画監督になることを決意。1993年に、北京電影学院へ入学。 翌1994年には、初の短編、u 一点、在北京を制作。1995年には、インディペンデント映画の制作グループを組織し、55部の中編、小山の企業を制作。同作が1997年の、香港インディペンデント短編映画ビデオ賞の最高賞を受賞する。1997年に、 北京電影学院を卒業すると、卒業制作の一瞬の夢が1998年の第48回ベルリン国際映画祭のフォーラム部門に出品され、新人監督賞であるボルフガング・シュタウテ賞と、最優秀アジア映画賞であるネットパック賞を受賞。普山国際映画祭、なんと三大陸映画祭ではグランプリを受賞した。 2000年、日本の北野武史監督の作品を手掛けるオフィス、北野と提携し、同社のプロデュースの下、1980年代の中国で生きる4人の若者の姿を描いたプラットフォームを制作。第57回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門に出品され、ネットパック賞を受賞。なんと三大陸映画祭、ブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭の、 グランプリも受賞した。オフィス北野とは、現在に至るまで提携を続けている。2001年には、台湾の蔡明ミ監督、イギリスのジョンアコムフラー監督とのオムニバス、3人3色の一編として制作した、インパブリックが、マルセイユ国際ドキュメンタリー映画祭でグランプリを受賞。以後も、青の稲妻や、世界といった、 現代の中国を若者たちの視点から描写した作品を発表し、フランスのカイエリュシネマ氏の年間ベスト10にランクインするなど、高い評価を得る。2006年、三峡ダムの建設により水没の危機に品す、包摂圏を舞台にした超怖い歌を制作。第63回ベネツィア国際映画祭でスニークプレビューされ、禁止史賞を受賞。閉鎖した。 国営工場を舞台にした四川の歌などを経て2013年実際の事件をもとにした群像劇罪の手触りを発表第66回カンヌ国際映画祭に出品され脚本賞を受賞2014年には第67回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門の審査員に選出されたありがとうございます